皆さんはじめまして、今回ミス柔道整復師にエントリーさせていただきました村井美萌と申します。柔道整復師兼プロスノーボーダーとしてもシーズン中は活動させていただいてます。皆さん接骨院ってご存知でしょうか？一度は行ったことあるよという方多いんじゃないかなと思うんですけど、簡単に説明すると接骨院で働く先生の資格を柔道整復師と言います。で、今コンビニと同じぐらいの数、接骨院あるって言われてるんですけど、その割に柔道整復師っていう言葉の認知度ってすごく低いなと日々感じます。なので、皆さんにもっとたくさん知っていただけたらいいなという思いで、今回はエントリーさせていただきました。なのでこの動画を見てくださった方は、柔道整復師という言葉だけでも覚えて帰っていただければ幸いです。また、リツイート、いいねボタンで、拡散していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではありがとうございました。村井美萌でした。バイバーイ。